Hello, it's Katsusa from Realize. 今日は英語のリズムについて練習していきたいと思います。今までの動画でも話題に出したことがあるんですが、英語は表拍と裏拍を両方駆使する言語なんですね。で、日本人が英語が早くて全然聞き取られへんって言ってる時、私は裏拍に詰め込まれている言葉が早くて聞き取られへんっていうことやと思ってます。だから今日は裏拍でも喋るっていうのはどういうことかっていうのを簡単な例文で練習していきたいと思います。ではまずは簡単な例文から始めていきたいんですが、基本的にこの単語はいつも裏拍に入れますというのがあります。それは冠詞とか前置詞になります。冠詞とか前置詞はほとんど裏拍に入れておけば間違いないんじゃないかなと思います。あと所有格ですね。 my とか your とか his とかHer とかですね。そういった言葉は全部裏拍に入れてください。で、どういうことかというと、まずは例文を見てください。これ、ビギナーさんに読んでみてくださいって言ったら、こういうふうに読まはります。I'm a teacher. I'm a student. I'm a housewife.これじゃダメなんですよね。めっちゃ日本語っぽくないですか？これを、このあのところだけ裏拍に入れます。で、この練習するのに、まず表拍に入るものだけを言っていってみてください。例えば、この I'm a teacher やったら、あが裏拍で、I'm と teacher は表拍なんですね。なので、この表拍の I'm と teacher だけを言ってみてください。こんな感じ。I'm teacher. I'm teacher. ですね。で、この I'm と teacher の間にあを言ったらいいんです。どういうことかというと、I'm a teacher. I'm a teacher. ですね。で、I'm a student. I'mあスチューデントじゃなくて、まずはあは飛ばしてください。で、表拍の I'm とスチューデントだけ言いますよ。せーの、 I'm student I'm student I'm student で、 I'm とスチューデントの間に今度はあを入れてみてください。 I'm a student I'm a student ですね。そしたらI'm a student よりも、こう3拍で言ってたものが2拍で収まりますよね。1拍早くなりましたね。こういう風にしてネイティブの人は、裏拍にどん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 言葉を詰めていってるから、早く喋ってるように聞こえるんですね。もう一回練習しますよ。まずは表拍だけから。I'm student。今度は、あを中に入れます。I'm a student ですね。3つ目、 I'm a housewife じゃなくて、まずは表拍から、 I'm housewife I'm housewife で、真ん中にあを入れる。 I'm a housewife I'm a housewife。 こんな感じです。どうですか？ I'm a teacher I'm a studentI'm a housewife. 今度は所有格で練習していきたいと思います。所有格っていうのは my とか your とか his, her とか our とか their とか、そういう誰々の何々っていう時の言葉ですね。それは所有格と言います。これも裏拍に入る言葉の代表格になります。 OK? じゃあ例文を見てください。一つ目は、普通に読んだら、It's my bag って言っちゃいたいですよね。日本人としては。
It's my bag って言いたいですよね。でもこれ2拍に収めてください。my は裏拍に入ります。表拍に入るのは it's と back だけです。だからまずは表拍から練習。It's bag. It's bag. これにあのさっきのあーみたいに my を間に入れてくださいね。せーの。It's my bag. It's my bag. さっきの練習やったらあーやったんで、まあ、カタカナに直すと一文字やったんで入れるのも、まあ、結構簡単やったんですが、今度は my。 なんかこうカタカナやと2文字入ってますよね。だからその分やっぱりちょっと早く言わないといけないですよね。まあいいって言ったら裏拍に入りきらないんですよね。だからまいって、まあいいじゃってまいって早く言わないとダメなんですよね。もう一回練習しましょう。表拍から It's bag で、まいを裏拍に入れると It's my bag。 早く言ったら It's my bag ね。英語っぽいでしょ。では二つ目の、例文、二つ目は、It's your phone ですね。 It's your phone って言いたいんですけど、 your は真ん中に入れますよ。まずは表拍だけ練習します。 It's phone。 It's phone で、パンパンの間に your を入れますよ。 It's your phoneIt's your phone。 裏拍が短いから your って伸ばさないんですよね。あのいつも私のカタカナ動画でも your はカタカナのよ一言だけで十分やとかあの言ってたんですけど、それはこの理由なんです。 your は裏拍に入るから your って伸ばしとったらもう表になっちゃうんですよね。裏拍に入れるには素早く短く言わないといけないので your your 表に合わせてもった間違えて It's your phone。 It's your phone って感じで、パンパンの間に your って短く言わないといけないんですよね。ちょっと早口言葉みたいです。 OK、次の例文は It's her notebook。 それは彼女のノートですですよね。で、はーも、はーって伸ばしちゃダメなんですよ。はー。めっちゃ短いです。まずは表拍の it's とノートブックから言ってみましょう。it's notebook。it's notebook。で、その間にはーを入れますよ。Are you ready? It's her notebook。it's her notebook。ですね。最後のやつは his ですね。It's his wallet。 3拍は間違いです。 It's his wallet。 ブーです。 OK、 2拍で言ってください。まずは表拍から It's wallet。 It's wallet。 これに his を入れ込んでみてください。せーの。 It's his wallet。 It's his wallet。 これもカタカナで言うたら his 2文字ですよね。だからその分あーよりも早く言わないとダメですよ。It's his wallet. It's his wallet. できましたか? It's my bag. It's your phone. It's her notebook. It's his wallet. ではお次は、さっきのよりももうちょっと難しい練習をしてみたいと思います。裏拍に単語2つ入れ込む練習をしてみましょう。で、よくあの裏拍に詰め込まれる典型的な言葉が go to なんですね。どこそこに行くっていうのを go to なんですね。例文を見てみてください。これ普通に読んだら I'll go to school、 I'll go to work って言いたいんですよね。でも実はこの文章で表拍なのは I'll と school だけなんですね。二つ目の例文だと I'll と work、 これだけが、表
拍で、実は go to っていうのは裏拍に全部ギュギュッと詰め込んじゃうんですよね。ちょっと難しいかもしれません。まずは表拍から練習していきましょう。一つ目の例文でいきますよ。表拍はアイルとスクールですよ。で、カタカナの動画でもあったけど、LL の音はルって言ったらダメですよ。ちっちゃいう、もしくはちっちゃいお。ベロを上あごに当ててくださいね。I'll、I'll、これですよ。I'll school ですよ。あ、もうやっちゃった。この L もで合わせてくださいね。せーの、I'll school、I'll school。で、この間に go to ってピピッと言わないといけません。どんな感じかというと、I'll go to school、I'll go to school。Okay、go to。じゃないですね。Got it, got it, got it みたいな感じですね。もう全部くっつけちゃいます。で、これだけこう例えば単語裏拍に入れる単語が増えれば増えるほど、あの短い期間の間にたくさん喋らないといけないので、言葉の音がめっちゃなんていうんやろう、くっついちゃって曖昧な音になってしまうんですよね。あの平たく言ったらネイティブの人もぐちゃぐちゃって言ってるんですよ。適当に言ってはるんですよ、あの人らも。だからこっちも一言一言はっきり I'll go to school って言ってたらネイティブみたいにはいつまでも喋れないんですよね。あの人たちほんま適当に喋ってます。もうぐちゃぐちゃにして喋ってるんで、私たちも同じようにぐちゃぐちゃに喋ったらいいんですよ、曖昧に。だから go to ってはっきり言わないです。 got it, got itGo to じゃなくて got it, got it。 でそれを I'll school の間に入れ込む。 I'll go to school, I'll go to school。 OK、 いけましたか。次は会社に行きますよ。さっきは学校に行きました。これから会社に行きます。まずは表拍から練習ですよ。せーの、 I'll work, I'll work。 これに go to じゃなくって got it を真ん中に入れ込みますよ。せーの、 I'll go to work、 スクールって言いかけた、間違えた間違えた。あ、もう一回ね、もう一回。せーの、 I'll go to work、 I'll go to work、 okay? はっきり言わないのがコツです。もう律儀にくっきりはっきり言うたらいつまでも日本語っぽくなってしまうので、適当にね、ぐちゃぐちゃっと言っていきます。 got it, got it です、okay? もう一回練習しましょう。I'll school, I'll go to school, I'll work, I'll go to work. Okay, こんな感じです。I'll go to school, I'll go to work. じゃあ次は裏拍に3つ単語を埋め込んでみましょう。例文を見てください。この場合だと表拍に入るのはもうわかると思うんですけど、I'll と restaurant だけが裏拍で、 go to a は裏拍に入っちゃいます。OK? なので、I'll go to a restaurant と ブーなんですね。これ全部、I'll go to a、まあ、あはちょっと裏かもしれない。I'll go to a restaurant って拍が長いんですよね。表拍が多すぎます、日本人は。もう2拍です。I'll restaurant、I'll restaurant、この真ん中に got a, got a。 だから go to a ってはっきり言ったら裏拍では足りません。だから got a、 全部なんか音をくっつけて、とにかくくっきり言わずに曖昧な音にして間に合わすのが大切です。 OK? 日本人もう間に合ってません、全然。 OK? だからピャッと言ってください。表拍から練習しますよ。I'll restaurant, I'll restaurant. Got a, got a を裏拍に入れます。せーの、 I'll go to a restaurant, I'll go to a restaurant ですね。次は、公園に行きますよ。これも I'll と park だけが表拍です。 I'll park, I'll park。で、この真ん中に go to a を入れ込めます。だから go to a って言ったら間に合いません。got a, got a, okay? I'll go to a park, I'll go to a park,
I'll go to a park. Okay? 2拍で収めてくださいね。短い文章は。できましたか？ I'll go to a restaurant. I'll go to a park. では次は、go to じゃなくて別の単語を使ってみます。I like the movie. I like the book. I like the story. これですね。映画が、その映画が好き、その本が好き、その物語が好きという意味ですよね。これも表拍に入るのはもうわかると思うんですけど、I movie, I book, I story。これですよね。で、中、その中に、真ん中に like the を入れないといけません。だから、短い間だから、like the って言ってたら、もう口が回りません。もう曖昧に適当に言ったらいいです。間に合いさえすればいいです。like that。like the じゃなくて like that。like that。これを入れていきます。まずは表拍から練習しましょうね。一つ目の例文。I movie。I movie。これに like the 入れてください。せーの。I like the movie。I like the movie。ですね。次は本が好き。表拍からいきますよ。せーの。I book。I book. Like that. を真ん中に入れると、せーの。I like the book. I like the book. 最後ですよ。今度は物語が好きなんですね。表拍から練習しましょう。せーの。I story. I story. で、like the を真ん中に入れちゃいます。I like the story. I like the story. これですね。これが英語のリズムなんです。Okay?I like the movie. I like the book. I like the story. これで練習ができたら、どんどんスピードを上げていってみてくださいね。じゃあ最後にジェームズが読んでいるのを聞いて、自分もレームズじゃないよ。ジェームズと同じリズムで言えるかどうか、シャドーイングとかして練習してくださいね。Thanks for watching. Bye-bye. I'm a teacher. I'm a student. I'm a housewife. It's my bag. It's your phone. It's her notebook. It's his wallet. I'll go to school. I'll go to work. I'll go to a restaurant. I'll go to a park. I like the movie. I like the book. I like the story.